この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうも、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、ケイの大冒険です。それではね、今回もスターリンクなんちゃらかんちゃらやっていきたいと思います。はい、まあね、ツイッターの方では僕買ったよっていう報告したんだけど、その時に気づいたんだよね。やべ、プレ4だとフォックスいねえじゃんってなって買い直しだよね。はい、買い直しですね。もう早速、おっと、やるつもりか。敵の分析が完了、近距離武器が有効です。もう俺この銃しか使わないから。おお、あ、エネルギーリチャージがあるのね。で、片方なんかロケットつけてた方がいいな、これ。あとね、ローリングもね、そのうち多分地面じゃなくて、しっかり飛びるようになったらできるんじゃないかなと思います。地図見る限りもういないんだけど、大丈夫ね。オッケー、行こう、どんどん行こう。抜けるぞ。いやー、一応主人公機は使ってみたんだけど。お、今度はなんだ。敵の分析が完了、エレメントの組み合わせが有効です。ちょっと待ってね、じゃあちょっと組み合わせますかね。じゃあこれで、よし、戻ろう。これでも片方についてる。よし、オッケー。で、凍ったところをドン。案外弱いな、これ。おお、ダブルいいね。まあね、多分これチュートリアルだと思うんで、そのうちしっかりバーっと飛べるようになると思うんだけど。カッ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 、当たってない、当たってない。しっかりここでズームできるからね。おいちょ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 い、オッケー、自業自得だ。おお、フォックス、無事だったか。応答がなくて心配したが、わしは信じてたぞ。ペッピー、みんな無事か。フォックスだったか。我々は正体不明の敵に奇襲され、戦闘中にキャプテンを奪われた。協力に感謝する。このまま終わらせやしないさ。行こう、みんなで探すんだ。ダメだ、セントグランドをさらった奴らにリアクターも盗まれた。予備はあるが、もっと燃料がないとどこにも行けない。そうか、だができることはあるはず。あるかもよ。オイラたちのシステムはあの船に繋いだんだ。マップを見てみて。喋らせてくれる？喋らせてくれる？マップ、マップ、プレフォーと違うからな。ここか。それがあんたの機体、スキャン範囲内のものは全て見える。はいはい。星の残りの部分は未知の領域だ。レイザー、近くで異質な信号をキャッチしました。誰かいるんじゃない？調べるべきだ。マップは自由に使え。まだ情報が少ないが、この星の探索を続ければ役立つようになるだろう。了解。わかった、探索してみる。気をつけろ、何が待ち受けているかわからない。ああ、確実にわかる奴らがいるよ。殺戮ロボットたち。まだここに来て1週間だが、ずいぶん戦ったな。こっちの話なんて全然聞いてくれないし。こんなのザコの集まりじゃん。こういうのは大歓迎だ、いい練習台になる。はい、と、まあそんな感じでやっと喋れますね。はい。ちなみに僕も主人公機でやってみたんですけれども、あ、まだこれスキャンできない。あ、スキャンできるね。すごい、あんなのコーネリアにはいなかったぞ。コーネリアにはいない、ね、セントグランドと私でプレアデスとの通信を介しデータベースを構築しました。その動物をスキャンすれば何かわかるでしょう。したよ。したよ、もうやり方わかってるから。主人公機で少しチュートリアルいじったんだけど、まあ今フォックスのこのアービン使ってみて、まあ思ったことは、アービン早いのとローリングかませるから回避の時ね。で、あとため打ちできんだからいいね。信号は建物から発信されてるようだ。味方だと思うか。そうだといいが、何かあったらいつでも呼んでくれ。しょ、さあ戻ってきたか。なんだ、シケットじゃないのか。こんな時助手がいないなんて。俺はフォックス、燃料を探してるんだが協力してもらえないか。ん、これは失礼。行方不明の助手のせいで混乱してました。この辺りで小さな葉っぱ野郎がうろついてるのを見ませんでしたか。いや、だが助けになれるかもしれない。終わり。
シケットにビーコンの設置を頼んだらインプハイブの隣に設置してしまったんだ、はい、ハイブの破壊を頼めないか。居場所は星のみぞ知るところでね。燃料が報酬だ。ほう、任せてくれ。なるほど。感じよかったね。アトラスは危険なことばっかりだと思ってたけど、いいところもあるんだ。まあね、君たちは何しにアトラスへ。ウルフというやつを探してる。ライダット系で悪事を働いたやつだ。やつとの因縁にケリつけねえとな。全然ストーリーが違う。この惑星を立ったらすぐにでもやつとはケリをつけに行くからな。わかった。俺たちはエキノックスを修理してリーダーを探しに行く。協力し合えるかもしれないな。あ、確かインプハイブって言ってたよな。ちょっと待ってな。うん、インプか。これで加速できんのかなって。立ちの悪い機械だ。レギオンの中でも厄介な奴らだね。一番は関わらないことだが、奴らは熱に弱いと聞いたことがある。しか、家族ねえな。スターリンクを装備したから、いろいろ試せるよ。フレームスロアの手どう？あ、これ、あ、何？敵？敵？ごめん、翼今ない。構造的弱点を特定。ちょっと待ってな。カスタマイズ。いや、フィギュアをカスタマイズして、それが実際にね、使えるようになるって素晴らしいよね。もう、ガンダムビルドファイターズの夢じゃない。みたいだ。インプはここから来ていたのか。この建造物がコントロールしているようだな。盛り上がってきたぞ。あ、ローリングかませた。あ、立て直さなきゃいけない。はいはいはい。あいつら邪魔だな。ほいほい、すぐ撃てないんだろうなこれな。で一応やっぱしゅあっあっ弾に当てるの。あ、めっちゃ暗いんだ。なるほど、もうザコ倒したからね、もう撃ち放題ですね。ドンドン。よし、全部丸焦げだ。丸焦げだ。素晴らしい。ハイブとインプをまとめて始末できたなんて最高だ。約束通りエレクトラムは用意してあるよ。実は必要なのはノバなんだ。お、ノバ、君らはどこから来たんだい。ほとんどが地球という星の出身なんだ。惑星コーネリアだ。ここでノバを手に入れるにはエクストラクターからコアを回収するしかないけど、そうだ、マップに表示されているはずだよ。どこだい。ああ、あれか。あれ、緑色のネスじゃないのか。よいしょ。興味深いですね。観測所を救ったことでこの星の調査効率が上がりました。上がりました。レギオンエクストラクターがある。あれが目標だな。オッケー。でそこに行けばいいんだ。気をつけて。エクストラクターはレギオンの機械だ。以前は簡単に回収できたけど、再覚醒してからはそうもいかなくなったからね。でも君らは無鉄砲、いや勇敢なようだからね。あ、よう言うな。怖さえあればなんとかするよ。でやっぱりね、主人公だけのストーリーと違って、あれですね、やっぱりフォックスが加わるとストーリーがガラッと変わりますね、本当に。あ、この組み立て本当楽しい。前方に嵐だ。よし、中にエクストラクターがあるはずだ。ほう、そのままレッツゴー。スターリンクのデータベースをアップデート。喋れる暇があんまりない。敵の分析が完了、はい、CG ウェポンが有効です。あ、そう、フレーム、ちょっと待ってね。 OK、 今取り付けた。オッケー、行こう。あ、待てよ、ちょっと待てよ。この状態で一回カスタマイズしちゃおうか。ここにコアがあるっていうからね。オッケー、つけて、であとはこっちもあるな。強くしようか。
これアーウィンの普通の武器はどこで強くできんだ？アーウィンの武器がない。アーウィンの武器はカスタマイズできないのか。できないっぽいな。よいしょ。これはつけれないと。なるへそ。あ、いや、できないな。アーウィンのなんだ銃はカスタマイズできないっぽいですね。うん、スロットないもんね。コレクションは後ほど見とくわ。よし、じゃあやりますかね。シャレッツゴー。待て、誰がこんなこと考えたんだ。他に方法はない。ほう、まずは外周の濃度を破壊するんだ。おうおうおう。赤いパワーセルを狙って破壊すればエクストラクターコアが現れる。こいつら確か氷だったよな。まあ、一回オーバーヒートしちゃうからこれで一回殺して。いや、でもこれも強いだろ。よし、で、赤いところを狙ってたな。おう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 。ほう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 。あー、なんかほんとチュートリアルだなって感じだね。全然そんなバッチバチなアクションじゃない。スターフォックスはもう64世代から僕やってますから。エクストラクターノードに油断は禁物だ。距離を保って。やったぞ、ノードが停止した。エクストラクターを攻撃するなら今しかない。レーザーには当たるなよ。ほっ、ブースト壊れてんのに。よっ、ほー、面白いね。いいね、これ嫌いじゃないよ。ほう、ほんでもう一回外破壊すると、こう、なんか新しいのにな。よっ、ノードが再起動した。停止させないとエクストラクターにダメージを与えられない。なるほど、面白いね。あ、俺撃たれたのか。B でジャンプボタンなんだね。こいつら氷な気がするけどな。おーおー、びっくりした。邪魔を排除して、おー、うわー、レーザービームを避けるんだ。いった、よいしょ。ほっ、なかなかだね、ダメージこんなに食らうと思ってなかった。2回食らったら死ぬってことだね。あとちょっと外す、外す。よし、敵の数はそんなに出てこないんだね。てか飛びてー。おお、あぶねー、おっぶねー。エクストラクターノードには自己防衛機能がある。あれ、こんな弾増えたな。まあ最後だからな。楽しいな、もうスターフォックスやってるって感じだね。主人公機やってるの全然違うから。あと1個。危ねえ、ボムがないね。まあ、ボムの代わりにこれって感じだろうね。その横の、おーっと、危ない。オッケー。危ねえ。楽しいぞ。素晴らしいな。お、やったぞ。いいぞ、コアを持ってここを出よう。
コアはエクストラクターの中心にある。あ、引っ張るの。しっかり掴んで引き抜いて。引っ張って追いゲージを保って、オッケー。通った。素晴らしい。ノバはとても珍しいんだ。その腕があれば一儲けできるぞ。もっと作ればいいんじゃないのか。作れるならそうしてるさ。残念ながらエレクトラムがあっても生成方法がわからないんだ。だから機械に残ってるノバを使う以外に方法がない。それに僕らは君らほど勇敢じゃないんだ。なるほど。セントグランドはこれを知ってるのか。なんだって。キャプテンのセントグランドだ。ノバを作れる。だからここまで来れた。君らのキャプテンはノバを作れるのかい。なんで言わなかったんだ。その知識はこの星系にとって脅威になりうる。しかも行方不明だって。ああそうだ。なるほど、興味深いな。こいつが敵となるか味方となるかまだわかんないね。カエルっぽい変なの。あ、味方のことじゃない、ケロッピーのことじゃないよ。ん、なんか今敵みたいなマーク出たな。いたな。またまた、こいつらの場合はこの武器じゃない。あ、まあいいや、この画面のまま変えちゃえ。よいしょ、 OK、 よし変えた。これでいけるはずだ。これだ。いや楽しいな、カスタマイズ。軽く全然違うもんな。フリーズウェポンで攻撃すればノバを取りやすくなります。あ、これ。はい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 。ほう、引っ張る。お、中入れる。これ普通の銃でも、あー、食らわないんだ。やっぱ青色なんだね。おお、お、狭。あ、こういう時あれだ、こういう時こそこれだ。やべえ、楽しいぞ。この付け加え楽しいぞ。これこれこれ、こっちの方が早い。ちまちま撃つよ。もうこれは、うおー、なんかいっぱい出てきた。やっぱ箱壊すんだったらこれだね。主人公切りちょっとやったけど。ほう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 。アービンかっこいい。これ片方の羽なしだとどうなんだろう。試してみよう。よいしょ。あら、なんかつけられるっぽい。お、おう、ほう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 、変わるね。防御力上げとくか。 OK。 あ、これでも動く。へえ、動くんだ。あ、でも撃てないな、普通の銃が。やめとこう。しっかり羽はつけておかないとね。 OK。いやー、おもろいなー。昔は64の頃はわざと羽折って地面にガツガツやってね、そのわざと自分を不利な状況にして戦ってましたもんね。あ、やべ、これじゃねえ。はいはい、変えましょう。これね、両方ね、ミサイルっぽいのつけちゃうとね、普通のアービンの攻撃できなくなっちゃうんだよね。これでいいってことか。なんか出たぞ。これはなんか出た。爆弾これ。まあよくわかんないけど、まあとりあえず今進みましょうか。ちゃちゃっとね、あの二人プレイでね、あの、おっ、いいね、楽しい。どうしたどうしたどうした。やばい、楽しいぞ。主人公機と違ってめっちゃ楽しいぞ。もうなんかもう別ゲーだもん。あ、危ない危ない危ない。大丈夫、今俺当たってないから、ぶつかってないから大丈夫大丈夫。なんだいなんだい。あー、あれだね、エリタマってやつだね。うん、到着。ただいま。ん、ああ、おかえり。何その扱い、これか。
これ買うってこと？これあんまりって感じが。んでもこれになってんな。はい、渡せたな。これがこうだ。あ、渡した。素晴らしい。ノバの抽出には少し時間がかかる。うん、交換の準備をしないといけないな。お、キャプテンを探すんだろう。ノバを作れるキャプテンを。地元のエキスパートが必要じゃないか。僕は戦いの腕も悪くないぞ。俺はよそ者なんだ。彼らに聞いてくれ。多分受け入れてくれると思う。悪いな。よし、長期休暇を申請しなくては。向こうでやろう。その前に助手のやつを探さないと。助手ね。なんかいきなり態度変わったね、この人ね。みんな人なのか分かんないけど。ノバを手に入れた。帰還する。よくやった。帰還する。待ってるぜ。おいしい。こんなおいしいおやつ食べたことないよ。スリッピー、そんなに食べたら眠くなるぞ。なんだこれ。ぼーっとしてたらウルフを捕まえられないだろう。これなんだ。投げれないぞ。投げれない。これは？あ、なんか協力する？これどうやってパージするの？あの、場所を間違えてません？間違え。もしかしてどこか具合でも悪いとか？いや、あの具合が悪いというか、これが離れないんです。修理は不要ですね。うん、聞いてねえあいつ。まあいいや、これ持ったまま戦うわ。じゃあなんか拾ったんだよね、これ。なんだろう、パージできないんだよ。お、あ、新しい生物かと思ったら違った。なんかキリンさんみたいなやついるんだよね。お、なんだなんだ。あ、これ取ってくれる。もうすぐだ。これこれ。ノバを積み込み次第出発できる。シカトすんのかしら。まあ、おお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 なんだ。おっと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 。無事ならな。リーバイ、ふざけないで。え？もちろん無事を祈ってるって。お、心配ない。我々のキャプテンだ。必ず見つける。スキャン中です。部分スキャン完了。DNA データの完成にはもっと標本が必要です。標本。じゃあ殺しちゃいんか。すごい。あんなのコーネリアにはいなかったぞ。聞かねえ。あの生物に DNA スキャナーを試してみろ。聞かねえ。セントグランドが構築したデータベースで配列を参照する。なんや、ちゃちゃっと行こう。てかこれどうやってリパージするんだろう。てかパージ、リパージってことはまた付け替えるところだからな。これ話したいんだけどな。これなんだろう。到着だ。燃料はどうやって転送する。機体のコンピューターを開いてくれ。エキノックス画面から修復シーケンスを起動できる。ん？ここでいいのか。じゃあほうほいほい、これでいいのか。よし、この辺りにいい物資があればエキノックスをさらにアップグレードできるかもしれない。ほう、それまではこれを試してみよう。これって。お、これは計画的なものだ。コアが追跡されていたんだ。誰かに目をつけられるほどのノバがあったわけじゃない。だがメイソンの計算が正しければもう一度飛べるだけの量はあった。それが爆発して吹っ飛んでたかもね。ブーン。やれチェイス。これさ、あのアベンジャーズに出てくる敵の飛行機に似てない？超似てるよね。飛行機能回復。まだ持ってんだよ。よし、いいだろう。エンジンは修復された。いい探索を、フォックス。ちょっと待ってくれ。メイソンが言ってた通り、俺たちは協力し合った方がいい。お互いの力になれる時が必ずあると思うんだ。どうだ、協力しないか。あー、そうだな。俺はいい考えだと思う。エキノックスで話し合おう。着いたら俺も君たちの機体を見せてもらいたいんだが、いいかな。お？
重すぎて止めない。だって、だーってこれ話せないんだもん。だーってこれ話せないんだもん。どうやって話すんだよ。どうやるんだろう。何かと、あれだな、なんか拾うもの、拾うもの。これ敵にぶつけるとか？ダメだな、意味ないな。あ、これシールドってこと？敵撃ってこいや。シールドの C ってことこれ。あ、食らうわ、食らう、普通に食らうわ。なんなんだこれは。全く意味わからんな。あ、でも今シールド貼った？いや違うな、シールドが割れたってことか。あかんあかんあかん、無駄に食らいすぎだ。スピードも遅い。ちょっと一回退却だ。食らいすぎたわ。よし、回復回復。これなんなん。これマジなんなん。でも落とすってこの感じ。落とす、うん、先に言ってくれよ。なんだこれ。ビーコンだって。ビーコン、うん、ああ、キライトの目だね。正体不明の物体が衝突してできたクレーターだよ。え、これ僕はウォーデンが使用していたものが誤って落下した際にできたものだと考察してる。ん？ん？どれのこと言ってる。さあ、しまうってあるよ。しまってみたらそこしまう。ほら、バイでしまう。持つの間違いや。いらねえよもう。いらねえよ。どんだけ振り回されたと思ってんだあれに。意味のわかんねえ旗に。さあお返しだ。どこしょ。100倍返しだぜ。よいしょ。ノーダメでパッてやるわ。あれこっち。いいねー。あー食らっちゃった。おもれー。わー無駄打ちしちゃったな。おおお、びっくりした。敵の攻撃かと思った。これはなんだ。投げる、落とす、投げる。爆弾じゃねえか。ほーでも面白いな。宇宙って書いて、あ、もう飛べるんだよな。飛んでみよう。おー飛んだ飛んだ。いや飛行機だから当たり前なんだけど。おお、チュートリアル終了。やーべ楽しいんだけど。じゃあ一回じゃあいきますか。よいしょー。あ、これ酔う酔う酔う、めっちゃ酔うこれ。いやー楽しい。お、ローリングできる、ローリングかませるぞ。おお、これ今の酔うね、これ。これ酔うわ。いくぞ、みんな。よいしょー。あー、これぐるってくる。ぐるってくる。おー、これ、あれだな。あの、VR でやってみたいね。パイロット目線で。いやー、できましたね。じゃあちょっとあれかな、今回一回ここもら辺で終わりにして、あの次回からちょっとあのビビちゃんと一緒にあの二人でやっていきたいかなと思いますので、できたらね。はい、いや楽しい、半端ない。もうスターフォックスファンとしてはもうたまりませんねこれは。はい、というわけでじゃあ今回はここら辺で終了したいと思います。皆さんね最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。ね、次回からもねずっとやっていきたいかなと思いますんで、お楽しみにしていてください。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。